元創価学会員の永井秀和さんが、はい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 、週刊誌でね、はい、芸能人、はい、学会の内幕みたいなのをぶちまけてるんで、はい、週刊誌業界はねこれでこう結構いろいろやりやすくなった。やりやすくなった。これ書いてんのかなとかっていうラインが、まあ、少しこう低くなったっていう側面があって、お墨付きがついたみたいなことですか。そうですね、永井さんもこう言ってるしみたいな、なるほど、うん、ところもまああるっていう、まあ話で、これはじゃあ雑誌記者としてはよくぞって感じなんですか。まあよ、そうですね、そうですね。これまで創価学会の信者のまあ芸能人っていうのは週刊誌でずっとこれ昔からこうやられてたキラーコンテンツみたいなのがあって、僕も何度かそういう取材したことあるんですけど、例えば教団に確認するんですよ最後はね、この人信者ですか、そうするともう大体ねそうお答えできませんって返ってくるんですよ裏付けは取れないと、裏付け取れないんですよね。オフィシャルな回答がもらえないんで、ある程度確信がないとこの人は学会員だっていうところまで書けないっていうことはあったんですよね。例えばまあ有名どこで言えば久本さんの場合はバンバン出てるし、自らも言ってるんで、ああいうのは書けるんですけど、今回ねそのジャニーズのタッキーの名前が出てんですよね。これもだからなかなか書きにくいっていうか、うん、まあね、情報としてはあるけど、うん、情報としてはもちろん、情報としてはあったんです、もちろんさ、うん、はいはい、今回のあのね、うん、あの永井さんの記事では、うん、隣にタッキーと、そうそうそう、一緒に幹部会に出たのね、うん、反対側にはあの何ですか、氷川きよしさんと出てたと知ってたけど書けなかった。書いてはいるけど、そうそのあの断定はなかなかしづらい、なかなか、ね、向こうも認めない感じなんで、そうとやっぱり信者ってその難しくて、例えば二世の人とかね、はいはい、そういう人はまあ生まれながらに当然信者になるんだけれども、うん、信仰してない人もいるわけですよね、うんうん、だそういうのを厳密にね信者って言えるのかって、はい、だからあのまあ、例えばじゃあタッキーが、タッキーはまあお母さんがね、はい、信者だというふうにまあ言われてたんですけれども、まあ、だからタッキーもそうだろうと、はい、まあ、まあそうなんでしょうけど、はい、今回その隣両隣だと、そのあれで本部幹部会っていうのがまあ、はい、定期的にね開かれるんですけど、幹部会っていうぐらいですから、はいはいはい、その幹部がね出席する会で、はい、なかなか一般の信者はね、はい、行けないんですよ、うん、でそういうとこにまあいたっていうエピソードがね、はい、こうあれば、うん、もうこれずっと今後ね、うん、そうそう、本部幹部会に出てた滝沢さん本部幹部会に出てた氷川さんというふうにまあ報じられていくと、はいはい、さっきその久本さんの話なんかしましたけど、はい、例えば柴田理恵さんとかね、あ、はいはい、あと TM ネットワークの木根さんとかね、 ああいう人たちはもうあのなんていうんですか、創価学会がやっているその機関誌、はい、まあ、新聞も含めて、はいはいはい、ああいうところで座談会したりね、うんうん、あれももう自分からまあ、うん、あのそうだよと言ってると、うんうん、それはいいんですけど、だから今回だからそういう名前他にもなんかいろいろ出てましたよね、うんうん、まあ、高橋ジョージさんなんて名前も記事には書いてありましたけど、うん、あとナイツの2人とかね、創価大事なことでしょ、まあ、そうですね。そうか、創価大だったら中、うん、まあ半ばそうですね。まあ半ばそうですよね。永井さんも創価大ですよ、ね。ああ、そうですよね。超中高大みたいな、ね。そう。だから創価エリートですよね。僕の知り合いは、うん、なんだろう、東大を蹴ってまでね。要するに信者なんで、東大を蹴ってまでやっぱ創価大学に行くっていうね。ぐらい、東大蹴ったってどういうことですか、東大は一回受けたんですか。いや知らないけど、そういう感じなんですそれ言ってるだけの可能性もあるんですよ。創価大出て弁護士資格持ってるとか、やっぱり創価大の中の頭いい人ってやっぱりエリートになってるんですね。そう他誰に言ってましたっけ、ないですよ他ね、記事では、はい、あとはだから岸本佳代子さんとか、うん、岸本佳代子さんなんかも昔から言われてるし、山本リンダさんとかね、あのそれもその学会系のメディアにね、あのたびたび登場してくると。永井さん親父が幹部なんですね、学会、うんうんうん、石原さとみとかも有名じゃないですか、親父さんが幹部 で結婚する時の相手はどうなんだみたいな感じ6つになってます、石原さとみとかね、それこそ上戸彩とかね、
あの言われてるじゃないですか、うん、信者かどうか僕知りませんよ知りません知りませんけど、はい、ドアヤとか長井さん聞きに行こうか、いろいろね、そういうだから、うん、あのこれからそう芸能人の名前とかはね、うん、あのね、記事では書きやすくなるという、うん、そうそうそう、まあやっぱ芸能部みたいなのがあって、やっぱそれが不況のね一つの大きな、そう芸術部っていうのがあるんですよね、芸術部があって、はいはい、でまあそこに所属すると、うん、なんかこう選挙のね、うん、その応援にね、うん、駆けつけましたって言って、人を集めるための、うん、まあ宣伝のためにやると、昔ね久本さんが、はい、そう昔のこれ記事ちょっと見てたら、うん、自分書いた記事で、はい、いても立ってもいられなくなって前歯突き出してやってまいりました公明党は最高ですっていう演説をして聴衆を集めてたりとかね、まあ、そういうことをやったり、まあ、だから大きくその財務って言われてるその、まあ、いわゆるお布施、うん、お布施面でもそうですけど、うん、選挙なんかにね、はい、大きく使われてるっていうのがその芸術部、はい、人たちですよね。これ中井秀和さんはなんで今回こう反乱みたいな、こうだからね、彼は選挙にね、まあ、今西東京市の市議選に入れて、うん、はい、なんか辻立ちで学会批判してるんですね。あ、そうなんですね。あれが結構ツイッターで僕も見てておもろいなとか思って見たんですけど、やっぱとうとうメディアにもインタビュー応じるようになって、あ、そうなんですね。ある分ではちょっとね、選挙活動的な感じにもなってる感じは可能性ありますよね、うん、そうですよね、うん、あれ選挙いつなんですか、いつだったかな、まあ、なんか12月なのかな、確か、そう、うん、12月選挙だったんですね、そうそうそう、とか結構今ほぼ全メディアに出てたよね、週刊誌系はね、フラッシュなんかでもね、うん、いろいろ書かれてましたし、はい、文春、新潮、はい、ね、ポストセブンね、うんうんうん、これはやっぱ週刊誌以外は無理なもんなんですかね、どうでしょうね、うん、よく新聞はね、こうあの政教新聞を刷ってる毎日新聞とかでしたっけ、そうそうそう、しがらみがあるとか、あとは人間革命の広告があるとかって言われてますよね、うんうん、まあ、テレビはどうなんだろうね、ねえ、だから別に多分週刊誌も批判してる記事は一つもないと思うんですよ、そうですね、この人が学会員ですってこう書いてるだけなんで、久本さんなんて要するにそれでね、その中井さんの話によれば、うん、記事によればね、うん、芸能界の仕事もね、うん、その創価学会つながりでね、うん、ある程度こう確保できるというか、うん、そういう側面もあるらしいんで、うん、別にテレビでね、うん、いや創価学会のあれでとか言ったって、うん、本来は文句言われることもね、そうですね、ないと思うんですけど、うん、だから多分自主規制してるようなイメージがありますよね、なんでしょう、イメージですか、あの私クリスチャンですっていうのと基本的に一緒じゃないですか、そうですよね、私仏教徒ですってね、一緒なんですけど、うん、隠してるからイメージが悪くなる、隠してない人もいるのに隠してる人がいるから、だからもしかしたら、だからその根底にはね、視聴者の人が、はいはい、創価学会イコール、はい、この団体ってどうなのって思ってる人がきっと多いだろうというのが、まあ、統一教会もそうですけどね、うん、やっぱ巨額な、ね、まあ、永井さん2000万以上親が使ったとか言ってますけど、やっぱそういう献金問題は、まあ、社会問題化はしてないけど、あ、まあ、一部ではありますよね、政教新聞はすごいもんね、ああいうさ反乱した人っても蛇だとか狐だとかさ、死ぬとろくな死に方しないとかさ、むちゃくちゃ悪口書いたんですよ、だから本当宗教家とは思えないぐらいのね、そう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 、足ざまにね、それはね、最近の政教新聞よりも、うん、まあ、昔の政教新聞見ると、うん、すごいですね、本当にもうボロクソクソみそに書かれてんですよ、そのまあ物的、こいつはね敵だとみなしたら地獄に落ちるじゃないけどみたいなね、ボロクソ書いてあって、あれ見るだけでちょっと面白いんですけど、あれ神野さんって結構取材してましたよね、こう取材しました、うんうん、あれそれは認定されてるんですか、敵に、敵に、はい、敵には認定されてないですけど、昔広報の方から、はい、君イエローカードレッドカードあったらもう物敵としてねイエローカードか、君イエローカードだからって言われたことはありましたよね、レッドになるとどうなんですかね、政教新聞でそう攻撃を受けるじゃないですか、まあ、週刊新潮の方が確かに、まあ、多いんだよね、学会批判、そう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 、そう昔は、うん、あの、まあ、これはね、その組織が絡んでるわけじゃなくて、うんうん、だから宗教のちょっとだから
独特なんですけど、熱心な信者がね、勝手に例えば暴走して許せないとかいう動きをする人たちがいて、で、例えばある週刊誌の記者はカラーの結構いい冊子を作られて、そこにね、その隠し撮り写真を撮られてね、自宅にこう出入りするだけの自宅マンションにね、こいつが丸々の記者の誰々だとかって書かれて、巻かれるんです、近所に。怖っ。それはだから総合学は別にそれをやれって言ってるわけじゃなくて、まあまあね、もう一部のね、そういう人たちが狂信的な人がね、そういうのをなんか見てるとちょっと怖いなと思うんですよね。僕選挙とか応援したことあるから。応援、最初サラリーマンやったゼネコンにいたんですけど、はい、総合学は会館をよく作ってたんですよ。創価短大の女の子も採用してて、でなんかずっと写経みたいなのしてたりして、僕はもう購買だったんで、政教新聞取ってくださいと票を入れてくださいは業者とかにやってました。そうなんです。僕はどっちか味方サイド。そっち側ですね、はい。カード出す側ですね。まあ、工事をまあだから期間だけは取ってくれるんですね、業者さんも。そういうなんか人脈で仕事を作るっていう部分がまあうまさではありますね。まあその芸能もそうですけどね。そうだよね、バーターがあるというか、はい、就職もね、創価大学の人そう採用枠みたいなのある企業も、いや僕だったら、ね、もどかった、ね、女の子はもう創価短大で、ね、ちょっと、ね、手を出す時に選ばなきゃいけないなみたいな。雑誌をちょっと書くと売れるんですか、さっきキラーコンテストって言ってましたけど。まあ宗教は基本的にはだから週刊誌しかやらないから、特にああいうメジャーな信仰宗教とそういうものは常にテーマですよね。本当、統一教会の90年代で、まあ、2000年代はまあ学会とか幸福の科学とかが ね、 そうねメインテーマですね。売れるかどうかはでも正直ね、はちょっと分かんないですけど、興味ある人は多いと思うんですよね。